限界を超えて運動したい。精神科医カバサワ賞のカバチャンネル、今日は質問をいただいております。東京都在住の UI さん、男性です。限界を超えて運動したいです。運動している時、体が疲れたりヘロヘロになったりして泣いてしまうんですけども、それをなんとか限界を超えて運動する方法はありませんか、とそういう質問でございます。これは実は私なんかもよくやるんですけども、トレーニングですね、エアロビクスとかよくやるんですが、エアロビやった後にさらにウォーキングマシンで歩いたりもするんですね。そうするとですね、エアロビって結構楽しいんですけども、ウォーキングマシンって辛いんですよね。単調なんですよ。面白くないんですよ。できればウォーキングマシンで1時間歩きたいところなんですが、だいたい10分とか15分は最初のところが一番きついんですね。30分を超えるとエンドルフィンとかそういう楽しくなってくる物質が出ますので、後半になると実は楽になってきて、時間の経過はどんどん早くなってくるんです。でもどうしても15分ぐらいやった、もう無理、もうやめたい、限界ということではありませんけど、もうやめたいというふうな気持ちになります。その時私はどうするかというと、あと5分だけやろうってことですね。できれば60分やりたいんですけども、15分でもう嫌なんですよ。60分だからあと45分もあるよってなっちゃったらもう泣いちゃいますね。だからあと5分だけ頑張ろうと、あと5分でやめよう、逆に言うとですね、あと5分だけやって今日はやめよう、調子が悪いからということで、あと5分だけやります。5分経って20分目に走りました。でもうやだなと思いながらも、まあなんとかもうちょっとできるかなって気持ちもあると、しょうがないからあと5分だけやろうと思うんです。だと5分だけ頑張ります。そうすると25分のところに行きます。それでも、まあ、調子に乗らないなと、あと5分だけ頑張ろうと思って、あと5分で30分やる。そうすると結構調子に乗ってきてですね、あ、もう45分だ、60分やっちゃったよ、こうなっていくということがありますね。ということでですね、このあと5分っていうのは結構重要ですし、例えばこう、バーベルを上げたりですね、あと3回だけやろうと、あと1回でもいいです。もう限界だと思ったとか、あと1回だけ、1回だけやれば、もう1回ぐらいやる余力って多分残ってると、じゃあもう1回だけっていう、その今のここ直近の5分、直近の3分でも直近の1分でもいいし、直近の3回でもいいし、直近の1回でもいいんだけど、自分がもうギリギリ無理と思ってる時間とか回数ってあると思うんですよ。それだけやろうってとりあえずやって、そこまでやります。あとはそこから考えればいいです。そこでもうダメならやめてもいいですし、なんとかもうちょっとできそうだなって多分なるんですよね。そうなるとっていうことをどんどん詰めていくとですね、結構限界まで運動したり、限界までトレーニングできるということがあるんじゃないかなと思います。まあ、筋トレなんかでもですね、ほんと限界のギリギリのところまでいかないと筋肉がつかないというふうに言われていますから、こう限界をギリギリまで攻めるということはとても重要なことなんですね。でも人間の心っていうのはなかなか折れやすいので、限界まで来てでやった方がいいのは分かるんだけど、やっぱ辛いという気持ちが起こってきて葛藤が起きるっていうのは私もちょくちょくね経験してるので非常に分かります。だからもうあと5分、あと3回、これをね口癖にしていただけると、今以上にですね、そういう時間や回数ができるようになるということは間違いないと思いますので、ぜひ試してみてください。